結核性髄膜炎は結核によって引き起こされる髄膜炎である。結核性髄膜炎は結核菌が血行性に髄膜へと急性に拡散して生じるわけではない。1933年にリッチとマコルダックらは82例の結核性髄膜炎の冒険例を報告し結核性髄膜炎の病院に関して規定した。結核の初期感染時、あるいは 慢性結核の経過中に、体中のどこかの潜在性結核病変が、たまたま再燃し、脳実質あるいは髄膜に、続流結核病巣が作られるのである。感染初期の段階で、少数の続流大の結核結節が、脳実質や髄膜に散布される。結核結節は融合と増殖によって成長し、通常は陥落化する。 陥落下病巣が髄膜炎を弱気する傾向を示すかどうかは病巣が雲膜下空にどれだけ近いか免疫によって繊維性飛膜が形成される速度によって規定される上着下の陥落下病巣は数ヶ月ないし数年間も非活動性のままでいて後に雲膜下空へ結核菌や結核抗原をばらまくことによって髄膜炎を引き起こすことがある 結核性髄膜炎の神経合併症は、結核菌や結核抗原が、雲膜下空へ散布され、これに対して、過剰反応が引き起こされることで生じる。この結果、濃厚な進出液が分泌され、それは、脳底層を充満し、脳底部で脳血管を取り巻き、その結果ウイルスの動脈輪を形成する血管を公約することとなる。 数日のうちに増殖性蜘蛛膜炎が形成される。炎症性浸出性液が脳底層に存在することによって髄液流がせき止められ、その結果閉塞性水筒症が発生する。繊維素性癒着ができると蜘蛛膜下流による再吸収が阻害さる。髄液の再吸収が阻害されると交通性、水筒症が起こる。 結核の血管壁への直接浸潤によって生じた、血管炎内脂肛膜炎のために血管が脳底部で圧迫されて脳拒血や脳梗塞が生じる。結核性髄膜炎は、心筋性髄膜炎と共に野急性から慢性の経過をたどる髄膜炎の代表であるがその症状は一様ではない。髄膜刺激症状が出現する前に発熱、頭痛、悪心、 王と、食死不振などが2週間あるいはそれ以上続くことがある。これを、仙愚期という、経過とともに、髄膜刺激症状を示すことが多い。また、性格変化、記憶障害といった、感情進行性の認知機能低下で発症することもある。初期は、異常が認められないこともある。結核性髄膜炎は、 脳底髄膜炎の形を取るため、脳底部に均一な増強効果が認められる。経過中に管流障害による二次性水頭症、血管炎による脳梗塞結核主形成が認められると結核性髄膜炎の可能性が高くなる。結核種のように造 AMRI で、結節状、またはリング状に増影効果を示すものには、クリプトコッカス髄膜炎。 ウイルス性脳炎、サルコイドーシス、悪性リンパッシュ、癌の髄膜転移などがある。診断に迷うときは、回答性検も考慮する。結核性髄膜炎の古典的な脳脊髄液、異常は、髄液圧の上昇、100から 500mg、デシリットルの範囲で、髄液タンパクの上昇、10から 500mL の範囲のリンパ球優位の白血球増多、等の低下である。 病初期には、脳脊髄液中の白血球はほとんど出現しないか、あるいは最初に多角球が優位でその後、1から7日かけてに、リンパ球が優位になる。高血核薬を投与すると、リンパ球優位から多角白血球優位となる。随液培養の感度は71%、随液と末標本では58%である。培養の結果が出るには2から4週間かかる。 髄液 PCR でも感度が56%で、得意度が98%である。髄液 ADA 活性が 9UL 以上で、結核性髄膜炎が疑われ、15UL 以上では強く疑われる。髄液 ADA は、細菌性髄膜炎など、他の感染症でも、高値となるため得意度には、問題がある。結核性髄膜炎を疑う tips がある。 一つでもあれば感度は極めて高く、三つ以上あれば得意度は極めて高い。また細菌性髄膜炎ではないのに、髄液 ADA 高値なども参考なる。成人では、肺病変と髄膜炎が合併する頻度は高くなく、肺結核がなくとも結核性髄膜炎は否定できない。日本結核診療ガイドラインでは、結核性髄膜炎に対しても、 肺結核と同様の標準的な治療を行う。肺結核の初期の治療は、イソニアジトとリファンピシンにエタンブトール、またはストレプトマイシンを加えた3剤以上の併用が必要である。ピラジナミドを加えることで薬剤耐性の危険性がさらに低下するとともに治療期間を最短に抑えることができる。これらの3剤、または4剤の治療が標準療法となる。 標準療法の最大の障害は薬剤による副作用である。標準治療を行った4人に1人は何らかの薬剤変更が必要であったという報告もある。標準療法が行えないと副作用が多く、抗筋力も劣る二次抗血核薬を長期使用することになる。イソニアジトとリファンピシンの発熱や発疹の副作用で使用できないときは、 原監査療法も検討され、ガイドラインも示されている。標準治療は、ピラジナミドの有無によって2つある。標準治療法 A は、初期2ヶ月間は、イソニアジとリファンピシン、ピラジナミドニエタンブトールカストレプトマイシンを加えた、4剤、以後4ヶ月は、リファンピシンとイソニアジドの2剤で治療する。標準治療法 B は、初期2ヶ月間は、イソニアジと リファンピシンにエタンブトールかストレプトマイシンを加えた3剤以後7ヶ月はリファンピシンとイソニアジドの2剤で治療する。結核性髄膜炎の治療ではイソニアジドとリファンピシンを使用する期間は3ヶ月間延長する。ステロイドは蜘蛛膜下空の炎症沈静化、中枢神経の免疫反応の増悪防止、水頭症、 脳梗塞の予防効果があるとされている。デキサメサゾン0.3から0 4ログラム例の投与を3週間行い、以降3から6週間で前言する。水頭症に対するシャント術、巨大な結核種の除去術、脳応用のドレナージ術がある。結核性髄膜炎は適切な治療を行っても10%ほど一時的に増悪することがある。 致死率は20から50%と報告されている。治療効果は治療開始時の意識レベルに関係する。昏睡状態で治療を開始した場合は、死亡率が50から70%である。治療が直行せず4週間以上症状が続く患者では、致死率80%である。生存者の20から30%で、脳神経麻痺、眼球運動障害。 精神症状、運動失調、不全麻痺、失明、難聴などがの後遺症が認められている。2008年現在の日本においては、新規結核登録患者数は、年間24,760人、罹患率は、人口10万人あたり19.4人である。他の先進国ではカナダは、人口10万人あたり4.7人、アメリカは4.3人であり、日本は、 結核の中万円国である。結核の中枢神経系への感染症は、肺病変に比べると少なく、全結核の0.5から1.0%ほどである。2009年度の日本の結核性髄膜炎患者の新規登録数は162人であり、結核患者の約0.7%、肺外結核例の約3.1%であった。 稀であるが起縁菌としての童貞や診断が困難であり未治療で放置した場合の致死率が30%と高いため随膜炎診療では常に考慮する必要がある。イマームはイジー、エトール、アダルトチューバークルスメニンジャイテスインカタール、A、ディスクリプティブレトロスペクティブスタディフロムイッツリフェラル、センター、ユアニューロル2015、2015-73、90から97。 ありがとうございます。